まっちゃんさんからです。はい、おぉ松本ひとしさん、いや、OK、OK、自分なりの集中する方法を教えてください。お、集中する方法、集中する方法、集中する方法教えてください。集中するときはまずない。おぉ、まあ、でも勉強とかだろうね、この方。ゆうがどうしてたの勉強、勉強、まあ、俺はまあ、一人じゃできないから、おう、集中するときか、まあでも朝学校早く行って、友達とやってたね。あ、友達、友達道連れ作戦。そうだね、そうね、共に頑張ろう。なるほどね。台本覚えるときもどうしたんですかね。そういうときは集中するか、確かに集中タイム。台本は家ですね。あ、家で、やっぱ一人空間のときなんか何しても恥ずかしくない。うん、確かに。ああ、うん、だからこういう言い方かなとかも、自分もそれなんか、はい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 、言い回しとか、うん、家ですね。なるほど、自分の空間で、はい、自分の空間で、うん、朝とか割と集中先生かも。朝ね、へえ、朝、朝活動、うん、確かに。話してあります。まあ、やるときやって休むとき休むっていう。あ、やす、あ、ちゃんと休む、ね、ああ、そうね、しっかりね。まあ、あとは、うん、まあ、リビングにある木の机、お、木の机、落ち着くんですよ。まあ、木の木風で、あ、木目があるみたいな。床暖を入れて座ってる時なんか結構集中して考えれる。リビングが一番考えれる。え、なんだなんだ、まあ、ノイズキャンセリングするかもしれない。ああ、音楽消してね。それは家とかでやるよ。家がだって静寂だよ。まあ、でもなんか俺はイヤホンするとなんか勉強のスイッチは入れてた。で、それは耳の中は音楽流れてる。流れてる。あ、もう感覚で。なるほど、わかるわかる。でやるみたいな。音楽流れてると歌いたくなる。猫入ってるよね。分かってる。猫来たらどうする？猫来たら猫と遊ぶよ。ダメよ。遊ぶことに集中してるから。そういう集中のベストが。そう。ダメよ。なるほどね。牛タンね、うん、お寿司とかも好きだよね。寿司だね、寿司。なんか姫鯖だっけ、趣味とか、アクグリとか料理そうですね、うん、最近四足歩行よく言ってる。よく見る。リハとかで疲れたとか言ってなんか四足歩行してる方が楽らしい。どうも、美少年でーす。さあ皆さん、この配置、わかりますね。はい。はい。覚えあるな。第3弾。みんなで美少年プロフィールを完成させよう。よろしくお願いします。よっ。俺も忘れてたもん。だいぶだったね。久しぶりか。忘れてた。1回目、2回目、だいぶグラグラだったからね。で、だから、大将だからそんな張り切ったのね。そうだよ。せっかくのね、最初のプロフィール作っていこうじゃないの。そうね。まあまあ、もう第3弾ですけれども、どうですか、今日。そうだね、あんまり、すごい、期待はあんまりできてないです。いや、もう、そんな、走り構えなって、お前。出ちゃった。すぐ僕らがいいところいっぱい引き出してあげる。いや。そう、自分では気づかないところ。俺、こっち側だったからわかるけど、むちゃくちゃしてるからね。じゃあ、作っていきますか。はい。まず名前。名前、藤ちゃん、一緒にやってくれるんだ。さすがにわかる。漢字はわかんないかもしれない。龍が、書いて。そうまず龍が。漢字龍が。いやね、龍が。いつも失敗してんだよ。そうね。生地とかね。ああ、なるほどね。このくだりも、全虫のようだ。あ、わかった。わかった？お。過去なんて書いてたか覚えとく？なんだっけ、そんな見ないからな、こうじゃない邪魔なんだよ、うん、さっきの絵まで描いてたよ。さっきの絵が、さっきの絵が発音見ない。まあ、とりあえずじゃあ、タレ飲んだ。うん、これはもう大将が後で、ね、読み方はこれ、何椅子で分かるって。分かるな。岩石。岩石でしょ。どこに学校行ってたの。岩石。まあまあ、後でね。歌の藤ちゃんだから。藤ちゃんが悪い。藤ちゃんが聞いてきたから。
体重とかも。そうだね、年齢、体重、身長。あ、いいね。まあ、年齢はまあ、年齢は20で20で、ね、はい、形ですね。で、リュウは身長は、リュウは身長100え、じゃ、56じゃない、多分90でかい、ね、なんだっけ、90え、193.4 だった。なわけねえだろ。これやばいけど。いやいやいや、もう、ここから立てないよ、多分。3.4。あと何型か。A 型っぽいよ。いや、O じゃん。O、大将、O。O か。え、うちは O か B しかいないんだね。そう。俺ら A いないんだから。俺ら A いない。あ、そうなんだ。A いないって致命的だよ。C はいない。A か。B は絶対 O。O っぽいよね。A か。今、大将は O 型というか。まあ、O っぽい。O。ミザ？ミザ？うん。乙女座だっけ？乙女座だ。でも乙女座が何？乙女って言ってた気がする。俺もなんかそんな記憶がある。乙女だよ。大将って乙女だよ。乙女じゃねえよ。あ、人が乙女だよ。じゃあ、魚座どうなの？魚っぽいよ。魚っぽいよ。寂しがり屋だからね、大将。はい。ない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 。今のところは問題ないですね。なんだったっけ？でも半年前。みんな忘れてるんだし。忘れちゃったよね。なんか、性格とか。そうだね、じゃあ性格好きなものとか、そうそう。まあ、温厚だよね。あ、なんか、味わってできますね。うん。で、あと、まあ、今ちょっと眠たそう。性格じゃねえの？状況だから。状況はごめんごめん。あと、あれじゃない、後輩の面倒見がいい。いいね。面倒見がいい。いいことじゃないです。結構プラス出てるそういうの、ちょうだい、そういうのプラス、ちょうだい、プラスうっそ、あと、天の尺だよ、大将天の尺、マジ天の尺マジ天の尺天の尺はそうだねあと、ひねくれ、ひねくれ者すごくない温厚なひねくれ者っていうすごいねこれやられんのやだな、マジでマジでやだ待ってますね本当にやだ趣味と、特技とこか趣味特技は一緒でいいんじゃない？料理？料理ですね。料理、パスタとかね。確かに。作ってきてほしいよね。食べたくない？パスタ作って持ってきて、その時間にアルデンテ過ぎちゃう。あと、趣味だと思うんだけど。してる？その人の目の前に来て、人のわざわざ目の前に来て踊る。趣味か、まあ、いやだからそれがまあ、かなり。何それ？そんな感じなんだ。だから俺が普通に稽古で確認してんじゃん。そう、鏡の前で。結構距離取って確認したら、わざわざ遠いところまで来て、こうやって俺の方って。で、なんか鏡の動きをしてんだよね。これマジで。ダンスバトル仕掛けられてる。これは、ちょっとまあ、正直、その、趣味か特技かで言ったら特技よりか。特技ね。もしかしたら。あとさ、肩トントンしてニヤリと。あー、あるある。まあだから、掃除でだるがらみでいいんじゃん。確かに。牛タンね。牛タン。うん。お寿司とかも好きだよね。寿司だね。寿司。なんか、しめ鯖だっけ？しめ鯖。好きだよね。好きだよね。パスタじゃない？ああ、イタリアン。イタリアン。まあ、パスタかな、特に。よくいつもパスタ作ってるね。そうだよ。いいじゃん、パスタ。うちちゃくがそう思うだろ。はい、ちょっと前ですけど、大将と一緒にラーメン巡りをしてたんです。はい。ああ。ラーメン好きだね、大将。好きだ。よくライブ終わりとかに、そのラーメンで、まあ、ヘビーラーメンとか食ってるっすよ。ヘビーラーメン見るっすよ。マジ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 。そのヘビをあげるんすよ、一回。そのフライヤーで全部あげて、なんかさ、その、それって何その、ハブ種とかのさ、こう、ハブって。あ、もうヘビの丸揚げ。ヘビーラーメンそうそうそう。チャーシューみたいな。え、待って、俺それも、俺も見たことある。見たことあるよね。ねえだろ。さよなら、コンペースだ。5等分だと4つ葉だし、確かに。アニメ系の子がいいのかな。だからあれなんじゃん、その、控え、なんていうの、その、自分は控えめじゃん。自分は控えだけど、引っ張ってってほしいみたいな。でもさ、ラブライブで言うと星空凛ちゃん。凛ちゃん、確かに。いろんな、じゃあ女の子全部だ。違うよね。凛ちゃんと4つ葉もすでに共通してんだから。結構こうさ、ショートカットなんじゃん。4つ葉ってどんな感じ？あ、ショートカット。で、ショートカットの、ショートカットのオレンジ髪の、なんか、こう、元気系？あ、ショートカットオレンジ元気。あ、ゲタ女子だよ、ゲタ女子。ゲタ、ゲタ。そうゲタじゃないとダメだよ。そうそうそう。ゲタ入ってたゲタ入ってたゲタ入ってたから。俺はゲタ入ってた。ゲタ女子。ゲタしか、ゲタしか受け付けない。謎っぽいゲタ入ってた女子あんまいない。あんまいない。そういう気見ないか。なんかメンバーならではみたいなあるじゃない？わかるみたいなね。ね。
ちょっとね、俺一つあるのよ。なんすか？イヤホンとかしてたり、うん、車の移動とかも静かな時、うん、鼻息が結構音聞こえる。鼻息がね、確かに。え、あるよね。ジョロだからこの前新しいイヤホンできてじゃん、俺ら。で、ああ、イヤホンやっぱいいなと思ってたら、ね、なんか、めっちゃわかる、めっちゃわかる、大将と俺と藤井ちゃんがあのイヤモンに同じなの。そう、系統がね、系統って言ってね、三三で分かれてるんだから。そう、そう、そう、ね、自発してる時めっちゃ鼻息つけねえよ。でも俺も聞こえる、こっち側も聞こえる。あ、そうだ、体感しようがね。俺は知らないね、そうだね。あと何だ、癖は。ごめん、何で嘘でしょ。あ、ペットボトル捨てない。間違いない、俺多分ガチだ、ガチ。ゴミ捨てないよね、あんまり。これは最近めっちゃ捨ててる、俺。俺もこの間言ったもん。誰これって言って。あ、多分それ。偉いです。って言って捨ててるもん。そう。最近四足歩行よく言ってる。よく見る。普通に見る。普通に見る。リハとかで、疲れたーとか言って、なんか四足歩行してる方が楽らしい。さあ、じゃあ、こんな感じですか皆さん。はい。はい。残すことないですか？はい。ない。出ましたね。じゃあ、ジャッジ、ジャッジ。はい。丸つけ行こうか。よし、じゃあまず名前から。はい。まあ、ここら辺はね、いいんじゃない？誰だ、誰だ、誰だ。はい。声聞くんだよ。これ、あと、文字が違えんだよ。え？ここは立つなって。あー。そう。そんなんどっちでもいいじゃん。なわけねえよ。まあ、人の名前だぞ。ほぼ変わんない。どっちでもいいじゃん。もうほぼ一緒やん。でも大将の将、はい、違うから。え？くっついてんの横に。同じでしょ。あ、そっちは。いやでもさ、そんなんいいじゃん、どっちも。俺人の名前で、おい。いや、なんかそれでちょっと、おい、え？来た来た、反撃だ。そんなんさ、銀河系俯瞰してみ？本当だ。ちっちゃいことすげえ。ちっちゃいな、お前。銀河系か。ちっちゃいな。だったらここであんねえよ。はい、何ガンセクテンション誰だよ、これ言ってる。はーい、お前か。そんなもういいじゃん、別に。やめますやめます。飲むのか飲まねえだろ。気が気から俯瞰してみろや。くれんだよ、ガンセクテンション。読めるんだよ、ガンセクテンション。俯瞰したらもうどうでもいいよ。20歳、お前です。193.4、なことねえよ。今疑問に思うだろ。どうなのそれは。じゃあ174.5ですね。ほら、ちょっとだ。まあ、ほぼ誤差です。大型、ほら、乙女座はね、ちょっとわかんない。わかるでしょ。8月23だよね。そう。あ、でもな、乙女座。って出てくるからな。乙女座。乙女座です。じゃあ合ってんじゃん。はい、じゃあ性格。性格。香港、丸です。合ってんの？合ってるやん。え、自分でチェックする。自分でチェックする。面倒見がいい。あ、そりゃそうですね。あ、ひねくれ、意味上がってる。え、いや、合ってるよ。合ってるよ。詐欺だ、詐欺。自己分析が足りてねえんだよ。俯瞰しろ、俯瞰。俯瞰しろ。俯瞰しろよ。特技、料理。人前で踊る。おいおいおい、人前でだってライブでもう踊ってるよ。人前で踊ってる。全部ひっくるめて、これ全部ひっくるめて、人の前に。でもそれやめてほしいよね。やめてほしい。結構目が出てる。やめてもいいよ。誰から見たいでしょ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 。次。食べ物。バナナ好き。好きだよね。ピザ好き。はい。寿司好き。はい。パス好き。うん。ラーメン食わねえ。ラーメン、ラーメン食べる。ヘビラー食ってたよ、ヘビラー。ヘビラー食ってたよ。ヘビラーってなんだろう。ヘビラーで。ヘビラーじゃないですか。好きな女の子のタイプ、ショートカット、オレンジ。うん、好き好き。好き好き。あ、じゃあ、大将の好きな女の子はもう絶対オレンジ髪にしないと。そんなことだね。やっぱ好きなキャラクターだから。ゲタ、ジンベ。なんで違うか。ゲタ好きって言ってたよ。ゲタ、ファッションとしてね。うん。で、女の子も入ってたら嬉しいって。ファッションってそれ。俺がやる分、ファッションね。自分の自己満足。ああ、そうですね。え、つえ、鼻息。これはマジで。俺
俺の肺活量とこの鼻の穴の大きさが似合ってる。と思ってますよ。してるしてる。四足歩行。してねえ。いやしてだって。大体ちょっと一回してみて、そのいつもの感じ。いつもの感じでしてないから。いつもいつも少し歩いてる。慣れてる感じ。移動移動。移動だよ。あ、そうそう。早い早い。慣れてる。慣れてる。やってない。早かったもん今。四足歩行。自分が一番四足歩行してる。マジで。マジで。ほらほら。すごいよ。いや受け狙いに行った。乗ったのだから。はい。できた。結構合ってたんじゃない？合ってた。合ってた。結構合ってた。ここら辺本当は全部。え、マジで？加点は仕上げた。ここ×、全部×。おーい。あー。ほら、ひねくれてる。ひねくれてる。ひねくれてる。あー。気温も、私、気温合ってるね、確かに。マシなの、いや、今までのやつ考えたらマシだね。でしょ？だから、あっち側にいる方が楽だった。ありがとう。じゃあ次の人指名じゃないの？そうだね。うわ次の人。誰だ？残り、ここの3人だよ。ここの3人は残りはやってるから。ここの3人ですって。で、次はね、じゃあ、リュウガです。うわぁ、じゃあ、そのリュウガのやつはまた半年後ぐらい。また半年後です。これだから半年に1回のスパンなんです。ゆっくりやってる。ゆっくり、ゆっくりだね。そいつが以内に来るといいなっていう感じで。買ってきますね。お待ちください。はい。というわけで、以上、美少年でした。バイバーイ。まず食べ物行こうか。ピアノ。あ、ごめん。え、どうした、どうした。ピアノを食べてたっけ。食べてた、ピアノ。さっきでもピアノ弾きながらなんか、鍵盤か。ボケにしてはひどいボケ。びっくりした。全然ボケてない。ごめん。